あるお天気の日、ふと自然と美味しい空気が恋しくなりました。水分と軽めのお昼ご飯をリュックに詰め、靴を履いて家を後にすると、少しワクワクとした気分になります。見慣れた景色を進み、しばらく歩くと、いつもとは違う角を曲がります。その先にある森は、たくさんの木と先日の雨のおかげで、みずみずしい空気がとても心地よく、違う世界に足を踏み入れたような気分になります。深呼吸をしながらしばらく歩くと、大きな切り株を見つけました。ここに座って、森の音に耳を傾けてみることにします。